我が望むは、いいだろう。何か良さそうな鍛錬方法はないものか。いいだろう。さあ、物語を楽しむがいい。 とりあえずは山の中を目指すよ。静かに目立たないようにね。そうすね。サユリ様に見つかったら猛烈にまずいっすから。バカ、そういうことを大声で言うな。ああ、猛烈で、私に見つかったら何がまずいんじゃ。びっくり。何か隠してるなとは思っていたんじゃ。 洗いざらい話してもらおうかの。大先輩の命令には逆らえないっすね。実は花火お姉ちゃんは何も言わないで。じゃあ年間お姉ちゃん、なんとかしてっす。なんとかしてって言われても。よし、 とりあえず脱ごう。そうじゃなくて、ほら、腹踊りとかいけるんじゃないっすか。そんなのでどうにかなるのは花火お姉ちゃんだけだよ。えらい慌てようだね。こりゃしっかり聞くまで帰れないよ。ベランメ。よし、こうなったら。 ここは通行止め。通せんぼです。さて、逃げ道を塞いだところで強引に聞き出すとするかね。<音声>
Yeah.
私も料金もピンピンしているよ。わかったっす。正直に話すっすよ。待ってください。花火お姉ちゃんじゃなくて私がちゃんと話しますから。はあ、まあ、嘘をついたりしないのなら誰が話しても構わんよ。ごめんなさい。確かに私たちは隠し事をしていました。実は私たち忍び学生たちが羨ましかったんです。羨ましい？なるほど。だからおにぎりとか持ってるのね。どういうことじゃ？この間私たちはおにぎりを作って蛇女の子たちとピクニックしたんです。あなたたちもたまには息抜きにそういうことしたいってことね。はい、そういうことです。いいと思うわ。緊張しっぱなしだと体に良くないですし、さゆり様もそう思いますよね。そうじゃの。ま、息抜きもたまには必要か。ヤグラは私たちが見てるから。いってらっしゃい。はい。あざーす。じゃあ行ってきますっす。よくぞ帰った。いいだろう。さあ物語を楽しむがいい。この状況冷静でなんかいられない。行くがいい。まさかもう追いかけては来ないよな。涼希ちゃんがあんな嘘を信じてくれて助かったっすよ。ほんとバカね。バカってうちが？どうしてっすか？涼希は嘘だって分かってたよ。ああそうだね、私もそう思う。あそこに
花火たちが隠れてるってこと？どうしてわかったんすか？っていうか、その子誰？きっと一緒にかくれんぼをやりたいんだよ。あっちにさ、家なんてある？忍びみたい。え、本当に忍びなの？ってどっちなのよ。どうしてあの子の気配を感じないんだよ。あの子、結局見つからなかったっすね。うん。ま、落ち込むなって。きっとここにいるはずなんだから、探し続けるしかないだろうよ。そうは言っても、時間はそんなに。探し続けるって、誰を探しているの？するなんて、キモ。誰を探してるんだ？言ってくれれば協力してやるぜ。ええ、その代わりに教えてもらいたいこともありますし。教えてもらいたいこと？さゆり様に神楽千年祭の真の目的を聞きに行ったのです。そうしましたら、千年祭という言葉の意味を考えてみろと言われまして。それだけじゃさっぱりで、どういう意味かわかる？おお、そのことっすか。花火お姉ちゃんは口を閉じてて、
って言われたんでしょ。それを人に聞いてどうすんのよ。はい、論破。確かにおっしゃるとおり。